マクロの登場です。マクロの登場です。はい、マクロ今日もよろしくお願いします。今回のフューチャークルーリーパーも楽しみにしますよ。はい、それではスーパーカラビジョンズーマップ、つば九郎の今日の一言いきます。このコーナー楽しみにされている方、おお、ありがとうございます。さあ、昨夜はヒヤヒヤでしたがナイスゲームでした。いや、総攻守で、素晴らしいいい場面がたくさんありました。今夜もナイスゲーム期待しましょう。皆さん応援よろしくお願いします。今季2度目のね、さよなら勝利で湧き上がりました。お、昨日イケメン総選挙の結果が出ました。つば九郎いつ触れるのかなと思ってましたけど、今日ですね、はい、ベスト3は1位山田選手、2位村上選手、3位が奥川投手でした。たくさんの投票どうもありがとうございました。その他の選手12位お、石川投手、おお、コメントが届いた、つば九郎に、はい、直接来ましたか、石川投手から、僕はイケメンじゃないから大健闘ですということでね、そうでもないですけど大丈夫ですよ。青木選手9位、はい、落ちたねって言ってね、いやいや、昨日あのヒーローインタビューでもね、昔はね若かったのでねとかっていうコメントがありましたけども、青木選手はしょうがないと言いながらも、7位の塩見選手に納得はいかないようでした。そうなんですか、そうなんですか。そんな塩見選手は、川端選手と青木選手に勝って嬉しそうでしたとそうなんですね。あ、拍手ありがとうございます。はい、青木選手より、選挙のやり直し請求が出るかもしれないともう一回、もう一回いく。でも今のところ塩見選手公職選挙法には触れてないの、触れてない模様ですそう、はい、ありがとうございます、つば九郎、ありがとう。なお、文書こと中村選手、ああそうか、ランク外でしたと、皆さん次回は忖度してねということで、中村選手が入ってないっていうのはちょっと意外でしたね。はい、たくさんの、総選挙のイケメン総選挙の、ご応募ありがとうございました。お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。ゴーゴースワローズ、ゆうちゃんのチャンネル登録よろしくお願いします。